向山義一は、日本の政治家。国民民主党所属の兵庫県議会議員。国民民主党兵庫県連代表。兵庫民社協会会長。衆議院議員。神戸市議会議員。民進党。旧国民民主党兵庫県連代表などを務めた。兵庫県神戸市生まれ。兵庫県立神戸高等学校。大阪大学経済学部卒業。大学卒業後、大阪ガスに入社。同社労働組合専従役員、連合大阪労働政策部長を務める。1993年より、民社党の西村真吾衆議院議員秘書。1999年に、神戸市議会議員選挙に、北区選挙区から出馬し、初当選した。神戸市議は2期務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で兵庫2区から出馬し、公明党前職の赤羽和義を破り、初当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、兵庫2区で前回下した赤羽に敗れ、比例復活もできずに落選。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも再び、赤羽に敗れ、落選した。2015年、兵庫県議会議員選挙に民主党公認で神戸市北区選挙区から出馬し、当選した。2017年には希望の党に移籍した伊坂信彦の公認として民進党兵庫県連代表に就任。2018年5月に国民民主党兵庫県連が発足すると引き続き県連代表に就任した。2019年の県議選で再選。2020年10月、旧国民民主党の分党に伴い結成された国民民主党の兵庫県連設立に加わり、引き続き県連代表に就いた。ありがとうございます。